フォーオール。とどめだ。死ねロン。何？まさか。やめてミーシャ。もう誰も殺さないで。お願い。分かっているよ。でも悪いやつを追い払わなきゃいけないんだ。すぐに終わるよ。ナーシャは何も心配せずに眠っているんだ。ミーシャ様は何を恐れているのだ。行け、ツインビト。犯した罪は一人では贖えぬ。あの世で集会場の子供たちに懺悔するのだな。何？それはどういう、まさかカリンと子供たちを。大丈夫かな、フォー様。フォー様、カリーお姉ちゃん、フォー様は本当に帰ってきてくださるの？心配しなくても、もうすぐ戻ってこられるわ。さあ、詩編を朗読する時間よ。していたそうだな。ならば王と同様裏切り者として処刑する。王様、 お前はカレン。あのシャドウはビートとも呼べぬ代物。恐れることはない。叩き落とせ。行くぞシャドウ。スプリングサンダーボール。大丈夫か？しっかりするんだ。あなたは確か司令省の。ああ、やはり記憶は戻ってなかったか。この子たちを頼んだぞ。フォーも、そのことだけが気がかりだろうからな。
あの、もしかしてフォー様のところへ向かわれるのですか？そのつもりだが。フォー様に、私たちのことはご心配なさらぬようお伝えください。子供たちも、そしてカリンも元気でいると。どうしたシャドウ？さっきの人、カレンと同じ匂いが。そっか。さあ行こう。高宮教授、どうです？まだアクセスを再開できませんか？これほど完璧なセキュリティシステムを持つコンピューターは初めてだ。どんな手を打っても的確に対応してくる。広告に高宮教授をしのぐプログラマーがいるとは思えませんが。そうか、メインコンピューター自ら指示を出しているんだ。それはコンピューターに意思があるということですね、高宮教授。よほど精密な人工頭脳を備えているとしか考えられない。もしかして。どうしたんだ北斗？何らかの形で機械皇帝の意志がこのメインコンピューターとつながっているとしたら、この人工頭脳はまさしく機械皇帝の頭脳そのもの。なんか動き出したぞ。これは何？データが。コンピューターウイルスの一種ですね、リサ博士。ラファエルを倒す希望が次々と失われていくわ。しかしまだ希望は失われていません。高宮教授を信じるのです、リサ博士。広告のメインコンピューターの能力からすればアクセス自体を不能にすることなど簡単なはず。それを不可能にしているのは全てアラミス少佐が周到な準備をしていたからこそ。北斗様、ラファエロがこれをご覧ください。まさかラファエロ。緊急事態発生、ラファエロが接近中、直ちに避難せよ。本当か、リサ博士。間違いないわ。ラファエルはメインコンピューターの発する信号に呼応し、タワー情報のコンピュータールームへ向かっています。高宮教授、ラファエルは吸収したものの特性を自らの性質として融合する。つまりこれは機械皇帝の頭脳とラファエルが一緒になることを意味しているんだ。ゲームだと？解除した防御システムが再び作動し始めた。ただでさえ想像を絶する怪物が悪魔の頭脳を得ようとしている。何としてもそれだけは阻止しなければ。てっぺん、一刻も早くラファエルを止めるんだ。ああ任しとけ、兄ちゃん。だが今の私には何の援護もしてやることはできない。防御システムが全力を挙げてお前を狙ってくるぞ。構うもんか。行くぞ、X！ よし、てっぺん。気をつけるんだぞ、てっぺん。俺は大丈夫、い
兄ちゃんも頑張ってラファエロの解明を急いでくれ。ついに人類滅亡へのカウントダウンが始まった。倒さねばならぬ。何としてもラファエロだけは。マックス、全速で浮上。はっ、北斗様。一気に突き抜けるんだ、エックス。軽いもんだぜ。お前なんかに食われてたまるか。待ち上がれ。300年前のあの時も言ったはずだよ。何を言うんだナーシャ。機械皇帝のなさることに間違いなんて。嘘つかないで。ミーシャも知ってるはずだわ。機械皇帝は科学の力を使って世界を支配しようとしているのよ。そのために罪もない多くの人々を。ダメだよ、そんなこと言っちゃいけない。機械皇帝がお怒りになるよ。構わない。もし機械皇帝が死を命じるなら私は喜んで従うわ。悪魔に魂を売り渡してまで永遠の命なんて欲しくはないもの。悪魔だなんて。ナーシャ、ナーシャ、機械皇帝が、機械皇帝がお怒りになっている。やっと二人で平和に暮らせるようになれたんだ。僕は絶対にこの幸せを守ってみせる。ごめんよナーシャ。僕たち兄弟が平和に一緒に暮らすためにはこうするしか方法がなかったんだ。その代わり約束するよ、僕はずっと君のそばにいるからね。これからもずっと。フォー、お前まだ。このフォー、ここを死に場所と決めてまいりました。しかし我が命と引き換えても真実を知りたいのです。まだ言ってるのか。真実なら教えてやったはずだ。この上何を。ミーシャ様は300年を生きてなお真実をご存じなかったのか。それとも300年間真実に目を背けていただけなのか。なんだと。悪魔に与えられた肉体によって偽りの300年を生きたとて一体何の意味があろう。たとえ儚くも短い命であろうと、精一杯生きた者の魂こそ永遠に輝きを失うことはないのだ。うるさい。お腹殺して。
フォーに関する全てのデータが揃っているはずなのに。ミーシャ様、もはや私は広告のデータにある昔のフォーではないということです。何をしているゼータシータ、フォーを殺せ。まだ死ぬわけにはいかぬ。リリーと我が友クワトロのためにも。ずっと一緒だ。誰にも邪魔はさせない。やったぞ、僕の勝ちだ。いや、機械皇帝の心罰が下ったんだ。リリ、私を守ってくれたのはお前たちか、それとも。さあ共に行こう、ロン。来るな。ロン、真実はすでにあなたたちの胸にあるはずです。ナーシャ、ナーシャ、ナーシャ様。今大いなる悪に希望の光が立ち向かっています。しかしこのままでは。希望の光、てっぺ。さあ、あなたたちが守ってあげるのです。決して希望の光を消してはなりません。はっ、大丈夫かロン。もはや全力を持ってラファエルを撃つのみ。行くぞロン。あんなじゃ、君の罪は僕が償うよ。だから機械皇帝に逆らっちゃいけない。ミーシャ、たとえこの体は悪魔のものになろうと、心まで奪うことはできないわ。一体どこへ、何をしようというんだ。待つんだ。何としてもデータの消失を防がねば。クソ、ふざけるな。クソ、びくとも仕上がらねえ。こうしている間にラファエルは上へ向かっているぞ。エクス、俺と一つになって全力で掴むんだ。分かった、俺とお前はいつでも二人で一つだ。行け、エックス。たとえこの俺が燃え尽きようと、ラファエロは止めてみせる。燃えろ太陽のかけら、シャイニングザック。くそ、触手一本へし折れないなんて。ラファエロ、くたばるのはまだ早いぞ。てっぺ、お前も俺も死ぬ時は一緒だ。ロン、フォーマ。てっぺ、お前は全人類にとって唯一残された希望の光。このフォー、決してその灯火を消させはせぬ。ついに我ら司令将が共に戦う時が来たようですね。原因はラファエロ以外に考えられない。急ぐんだ、シャドウ。うん。
前は